いただきます。ただいまご紹介いただきました花柳玉部と申します。今日はアシスタントが他に3名おりますが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、でそれではちょっと私の簡単なプロフィールから、ご紹介いたします。幼少の時より日本舞踊を始めました。16歳で花柳玉部の名前を許されました。20歳で専門部と申しまして、花柳流では専門部という名称で呼んでおりますが、まあ、人に教えてもよろしいよというそういう資格ですね。これを取りまして、ずっとお教室を開いておりまして、45年ぐらい教えてる、そういう感じです。それで、古典の修行を、まあ、ずっと続けておりましたんですが、その中でいろいろ新作という作品もいろいろ見てまいりました。でその新しい時代に合う作品を構成したり振り付けをしたりということも好きです。そして一番好きなのは新しい方に日本舞踊をお教えするっていう、それがとても好きです。結構皆さんから評判を得ているので自信がちょっとあるかなっていうところですね。それと、専門学校で18年間教えてまいりました。これは、俳優とか声優とかそういうものになりたいという若者たちに授業として教えてきました。それと、自分のために考えた企画が大きなイベントに取り上げられたというようなそんな経験もございます。それと、劇団歴史新大陸という劇団があるんですが、これは時代劇ばかりをやってる劇団で、この劇団に11年間ぐらい所作指導と衣装指導で、お手伝いをさせていただいております。まあ、こんなところが私のプロフィールです。それでお稽古に入りますが、先ほど皆さんにお願いいたしました、お稽古の前にはアクセサリーを全部外していただきます。で、髪の毛も整えていただきます。で、これは、自分の気持ちをさらにして、そして日本舞踊に取り組むというそういう姿勢なんですね。ですからアクセサリーとかで身を飾るのではなくって、自分の身体とそれと精神で日本舞踊を学び、そして踊ると。これは私たちがやっている日本舞踊は人に見ていただいて楽しむ舞踊なんですね。夏に盆踊りってありますよね。盆踊りっていうのは先祖の魂を鎮めるためにみんなでこう汗をかいて踊るんですね。で、あれは踊ることが大事なんだと思うんですけど、私たちがやってる日本舞踊はやはり舞台に立って皆様に見ていただく、これが最終的な目的なんですね。それが大事だなと思っています。で、今日と来週と2回ですけれども、そのちょっと、始まりを体験していただきたいなって思っております。で、それではまず、日本舞踊は日本舞踊だけではないですが、礼に始まって礼に終わります。最初はお辞儀からですね。で、お扇子の扱い方を
出しますね。左側に入ってます。頭をちょっと引いてください。持ち替えて抜きます。自分の前でこういうふうに伏せておいてください。そうしましたら左手で受けて右手ずらします。左手はスッと膝の上に来て右手で前に置きます。で、手と手を前に、お扇子は少し前に出してください。手が全部つくぐらいのぐらいお扇子が前にないとお辞儀ができないので、はい、こうしました。そして手と手はつけて、ここにつけると三角ができますよね。三角の穴ができますね。この穴がちょっと横向きます。お辞儀をした時にこの鼻がこの三角のとこぐらいに手が来る。前でも手前でもダメです。この自分の鼻がこの手の三角のとこに来るぐらいの位置に置いてお辞儀をします。息を吐きながらお辞儀をしてください。手のひらを全部つけて、上げないで全部つけてください。息吐きながらお辞儀、はい、そうしましたら息を吸いながらお顔を上げてください。で、全部手のひらついてますとここまでしか上がらないんですけど、これをちょっと手前に引いて手のひら上げますともう少し体が起きますよね。この状態でこれから私が踊りますよみたいな感じの、ここできちっとお顔を見せてください。それから右手で扇を取って踊り出すという順番になります。で、扇がない場合でも、扇はちょっともじゃあ前に置いといてください。例えばお部屋に入った時に、どなたかがここのお部屋にいたとしたらば、その方のお顔を見てお辞儀しますよね。その時にお扇子がなくてもその方のお顔を見てこんにちはとかお辞儀するわけですね。だからセンスがなくても構いませんけれども、まずそのお部屋にいる方の顔を見て、それからこんにちはとかごめんくださいませとか何かご挨拶をするわけですね。で、踊りの時は扇が前にあると、そういう感じなんです。で、はい、扇をじゃあ右手で持ってください。左手で受けます。右手ずらして左手帯でここでちょっとお扇子を入れる道しるべをつけてあげるの、開くのね、帯をね。で、そこでここでグッと入れて、グッと入れて紙で引っかかりましたか。引っかかった人はそれをちょっとひねってください。で、少し出てるぐらいにしてください。もうちょっと奥まで入れてください、はい、そう、そのぐらいまで入れておいてください。それではね、今度は立ち方をいたします。今正座してますよね。立ち方は後ろの足をまず立てます。左足を立てて、この状態でここに紐がついててシュンって引っ張られた時に、糸操りの人形がスッと立つような感じでスッと立ってます。そしてその時左足が立っていましたので、左足が少し前にあるはずなんですね。そしたらば後ろの足を前に、一歩じゃなくて半歩ですよ、はい。そのまま、これも横らしょと体が前後に動かないようにまっすぐ体を下ろして、さあ左足が少し出てるから足が広く、あ、はい、すみません、はいはいはい、そういう状態で左足をつけます。はい、つけました。つけましたら後ろの足立ってますから、これ寝かしてください。はい、いいですか。立ち方、座り方ができました。はい、そうしまして座りましたらば、さっきやったように扇を出してお辞儀をするわけですね。で、はい、次は扇の開き方いたします。左手で帯を持って右手で扇の頭をちょっと引きます。持ち替えて自分の前で、
左手受けます。で右手ずらしました。今この状態ですね。で左手をこの髪と骨のところまでずらしてください。でいいですか。今私はちょっとこちら向きました。親指で、左手の親指で一番上の骨を押してください。こういう状態。押せた？できた？はい。そうしましたら、今右手でこの一間っていうんですけど、この一間開いた骨を持ってますよね。右手で前に、自分の前に1、2、3、4と開いてます。はい、今度手前に自分の方に左手で1、2、3、4と開いて、いいですか。これはこことここを結んだ線が自分の体に垂直になるように開いたんです。いいですか。これが悪い例をやりますと、流れちゃったり立っちゃったりしない基本形はスッとこう開きたい。で閉じる時はこうなんですけど、開く時に1、2、3、4ってやりましたよね。1、2、3、4ってやりましたよね。それは最初だからやってるので、できる人はスッと開いていただいて構いませんよ。で、はい、今右手でこう持ってます。この持ち方は握り持ちと言います。それをこのまま脇へ持ってきます。親指が向こう側、あの隣の人側に親指がありますか。はい。そしてこれ閉じるんですけど、ここで指挟むととても痛いので気をつけながらゆっくり閉じてください。上からできました。これ閉じ方。はい、じゃあ 今こうなってるでしょみんな。これはい、自分の前へ持ってきて、また左手ずらして親指でちょっと押します。1個開きましたか。はい。そしたらば今度は1、2、3、4、1、2、3、4やらなくてもいいので、まっすぐスッと開けますか。そうです、いいですよ、とても。はい。でこれ握り持ちです。はい、脇も。はい。それでね、握り持ちにしてるときは指が4つここにあるんですけど、この指を今度次いきますよ、下からつまんで持つの。こう4本の指が私の方に来てください。はい、来た。そしてそれがその時にお顔の脇に、そこ、はい、今度はね、この4本の指をねちょっと持ちますけど、こういうふうに全部平らに持つの。薬指で角をさ、あの一番親骨を支えます。で隣とぶつかっちゃうので前に出して、前に、そう、これは平ら持ちって言います。この平ら持ちの大事なのはこうにならないこと。こう横に出すと危ないから前に出して、うん、ね、そう、はい。そしてもう一回つまみ持ち、指縮めて、はい。で今度はこの指を、親指をシュッとこっち出すの。あ、こっちだよ、みんなこっち。シュッとこっちに親指出して、ここ持ってくると握り持ちなので。握り持ち。そうです。こっち。親指が隣の人の方。握り持ちで、こう。うん。そう。これは構えの形と言います。構えてとかだとこれです。足痛い？ちょっと立ってもいいよね。はい、足の痛い人はちょっと途中で立ったり足崩したりしてください。いいですか？たらこれをね、続けてやります。1、はい、2、3、4。親指がこっち、そう。はい。1、2、3、4。親指こっち。そう、もう一回ね。1、はい、2、親指こっちよ。はい。3、はい、親指が向こう。そう、あ、違う、そう、そうです。そう。
これね、今何の練習かって言いますと、扇を自在に動かすための練習なんですね。っていうのは、一回持っちゃったらもう全然動かないんじゃなくて、手の中で動いてるわけ。わかる？サッカー選手が自分の体の一部のようにサッカーボールを扱うじゃないですか。あれと同じで、日本舞踊は扇を自分の体の一部のように動かしたので、こういう練習をします。はい、すり足下見ないで、もっと前の人の頭に向かって、はい、もっとずっと行って、もっと手に向かって、はい、開いて一歩出ますよ。やっと、はい、右足から。
そうです、はい、とっても綺麗です。はい、ありがとうございます。